ダークスネークの攻撃で犠牲になったスネークは先輩の飛躍によって一命を取り留めた。ついに牙を剥いたダークスネーク。しかもその傍らにはあの謎の老人がいるではないか。最終決戦が近づいていた。スネークさん、もう体は大丈夫なんですか？おかげさまでね。怪我をする前より元気になったぐらいよ。でも泉の先輩ってすごいお医者さんね。そうなんですよ、すごい人なんですよ。知識は豊富だし、手術の腕はもう神業なんです。泉の王子様って先輩のことでしょ。バレちゃいました？もう見え見えのバレバレよ。実は今日デートなんです。やっとじゃん。しっかり先輩のハートをゲットするのよ。はい、頑張ります。一体何？何が起きてるの？何？犬鳴き。どうしたの犬鳴き。やめて、やめて。愉快愉快。あかん、ユミさんも終わりや。犬鳴き、俺ら仲間やったんちゃうか。こんな街壊してやる。どうしよう、犬鳴きおかしくなっちゃった。これは何かの間違いよ。犬鳴きやめて、目を覚まして。ついに目覚めよったか。おじいさん、犬鳴きを止めて。犬鳴き、おじいさんの言うことだったら聞くと思うの。もう誰にも止められん。あれが本来の犬鳴きの姿じゃ。嘘、そんなことない。犬鳴きがわしのところへ来たのは5歳の時じゃった。父親を目の前でダークスネークに殺されたショックから言葉を完全に失っておった。ただ一言喋れたのは一生懸命、父親が最後に残した言葉だけだった。だがついに犬鳴きは覚醒しよった。今奴を動かしているのは怒りじゃ。それは違うわ。犬鳴きは怒りで言葉を取り戻したんじゃないわ。犬鳴きは戦いの中で大切なものを見つけてきたの。それを私にも教えてくれたわ。スネークを許してあげて。ありがとう、ありがとう。友達。友達？犬鳴き、やれ、破壊してしまえ。おじいさん、あなた一体何者なの？犬鳴き？騙されるな、そいつは偽物だ。違う、こいつこそ偽物だ。全くわからない。犬鳴き、ほら、あなたの大好きなガッチョの唐揚げ、これ食べて機嫌直して。スネ
イチさん、こいつ犬なきんじゃない。大好物のガチョの唐揚げを食べない。ほんと、こらじいさん、よくも騙したわね。よく見破ったな。しかし泉佐野市民は犬なきんが破壊したと思い込んでいるだろうな。タグスネーク様、ダークスネーク、正義のヒーロー犬なきんの時代はもう終わった。おじいさん、どうして。ダークスネーク、おじいさんに何をした。犬なきん、これからはこの俺様が泉佐野を支配してやる。怖かった。犬なきん来るの遅いわよ。泉佐野の町を調べていたんだ。あれは厳格だった。遅れてすまない。遅れ、もうこんな時間、遅刻だ。今日初デートなんだって、先輩と。泉のためにも泉佐野の平和を守ってあげて。あれも泉ちゃん、ずっと研究してた薬やっと完成したよ。本当ですか、おめでとうございます。泉ちゃんがスネークの手術後、臨床データをずっと取ってくれたおかげだよ。ありがとうございます。スネークさん、前より元気になったって言ってたんですけど、すごい薬ですね。泉ちゃんにこれもらってほしいんだ。これって告白？綺麗。記念すべき新薬の第1号をペンダントにしてみたんだ。先輩、この新薬名前は何て言うんですか？うん、クレオパトラの涙って言うんだ。なんだか悲しい名前ですね。クレオパトラは猛毒のコブラに自分の体をかませ自殺したと伝えられてる。クレオパトラの涙には彼女の怒りと復讐の炎が宿っていると僕には思えるんだ。先輩、それは違う。うまく言えないけど、クレオパトラは怒りや復讐の気持ちで泣いたんじゃないと思います。悲しかったとは思うけど、その涙には平和を願う気持ちが込められていると思います。それは新解釈だ。さすが僕のクレオパトラ。え、私がクレオパトラ？冗談やめてください。からかわないでくださいよ。泉ちゃん、僕と一緒に来ないか。この泉佐野でやり残したことはもうすぐ片付くし、その後は世界に出ようと思ってるんだ。え？明日の夜、ここに来てほしい。犬なきんとスネークも一緒にね。なんか楽しみね。ゆっくりしちゃった。あら。何？ヘビ君だ。なんでここにいるの？ようこそ最後の夜会へ。今宵は存分にお楽しみください。演目は魔王と恐れられた織田信長の舞をご披露します。It's a...Showtime!